ブン。ハロー YouTube。どうも、サルです。実は今年自分はハイスペックな Windows PC を購入しようと思っており、ここ最近の動画でもパソコン関係の動画よくご紹介してきました。今のところ自分は今年どこでパソコンを購入しようかというところで候補として挙げているのがサイコムというところ。そしてもう一つが今回ご紹介するこちらのフロンティアというところになります。サイコムというところからは静音 PC といってデスクトップではありますが音の静かなシリーズも販売されており、それはそれでとても気になっているんですが、最新の CPU を搭載したモデル、そちらのラインナップが多いこのフロンティアというところも今かなり気になっています。そしてちょうど本日このフロンティアの方からまた新たに第11代の最新のインテル CPU を搭載したモデル GX シリーズというのが発表されましたので、今回はこちらについてご紹介していきます。フロンティアからはかなり大型のケースを搭載したミドルタワー以上のモデルというのも多数販売されていますが、今回発表されたこのモデルは珍しくミドルタワーよりも一回り小さなマイクロタワーを採用したモデルになります。この隣に置いているディスプレイが何インチかはわかりませんが、一般的にミドルタワーになりますとこのディスプレイよりもパソコン本体の方が高く、また奥行きもかなりあるモデルが多い中、この製品につきましてはマイクロタワーですので隣に置いているディスプレイよりも背が低く、また全体的にコンパクトなモデルになっています。この種の小さなケースにつきましては搭載できる GPU だったり、あとストレージ関係も拡張性が少なかったりする中、今回の GX シリーズは割とハイスペックな構成を選択することができるようになっています。標準で用意されている構成と価格につきましてはこんな感じ。まず下位モデルにつきましては第11世のインテル CPU の中でも Core i5-11400F を採用しています。メモリにつきましては 16GB、 ストレージが 512GB の M.2SSD、 グラフィックにつきましてはミドルレンジの GeForce GTX1660 が採用されています。ゲームをプレイするにしてもそこまで重たいゲームはプレイせず、むしろ動画編集だったり事務的な作業が中心という方の場合はこれでも十分なスペックがあります。このまあまあハイスペックな構成でも税込み価格で10万円を切る9万9800円で購入できるなど、これのコスパの高さはフロンティアならではかと思います。一方のミドルレンジモデルにつきましては CPU は Core i7 の 11700F、 メモリは同じく 16GB で、こちらになりましたら GPU の方が GeForce GTX1660 スーパーになります。そして価格は税込み価格で134,800円、標準で選択することのできる最上位モデルになりますと CPU は同じく Core i7-11700F、 メモリも 16GB でストレージも 1TB の M.2 の SSD、 ただ最上位モデルになりますと一気に GPU の性能が上がり RTX3070 となります。この RTX3070 になりますとどうしても消費電力が上がってしまう関係上、電源もかなり 850W のゴール電源が採用されます。価格も一気に上がって税込み価格で 214,800円となっています。とにかくコンパクトな筐体がいいけれどハイスペックなスペックが要求されるゲームをプレイしたいということなのはちょうどこの構成がいいかと思います。また各構成につきましてはカスタマイズして購入することもできます。例えばもっとハイスペックなモデルが欲しいというならば、この最上位モデル21万円のモデルをカスタマイズする場合、例えば CPU は TDP は倍になってしまいますが、さらに処理性能の高い Core i7 の 11700KF だったり、あるいは Core i9 も最新の第11代のものを選択することができます。例えば性能と発熱のバランスが比較的高いこの Core i9-11900 を選択した場合プラス26,000円、ただしそもそも GPU がかなりいいものが搭載できますので、こちらではなくこちら型番の最後に F のつくこちらのモデル Core i9-11900F、 こちらで十分かと思います。こちらを選択した場合がプラス21,000円、 CPU クーラーは標準のものにしておきグリスもそのまま、メモリにつきましては最大で選択することのできる 32GB の2枚差し 64GB を選択、これでプラス3万円、メインの SSD の方を標準で 1TB でもっといいもの、
例えばサムスン製のものに変更しますとプラス19,000円、また M.2 SSD につきましては2枚目を選択することができ、もっと容量の大きなものがいいという場合はハードディスクも搭載することができます。例えばハードディスクはバックアップ用に 2TB のハードディスクを選択しますとプラス11,000円、さらにハードディスクは2台目も選択することができますが、そちらは特に選択せず、あとはデフォルトで用意されている構成、この構成で購入しますと税込み価格で約30万円となります。 Windows PC として30万は高すぎるという方の場合はもっとスペックを落として、例えば CPU を Core i7-11700F こちらに変更して、さらに GPU につきましても RTX3070 というのはスペックが高すぎるという場合、ここでは変更することはできませんが、もっと下のモデルを選択しますとその分価格を安く抑えることができます。コスパ重視で選ぶならば最上位モデルをカスタマイズするのではなく、例えばこのミドルレンジモデル、こちらをカスタマイズして購入するというのが一番コスパとしてはいいのではないかと思います。例えばこちらのモデルですと、もうすでに標準で CPU は Core i7-11700F が搭載されており、あとカスタマイズすべきポイントとしましては、メモリを 64GB に、ストレージをサムスン製の 1TB、 追加のストレージ関係は特に入れず、 GPU につきましては標準で GTX1660 Super が搭載されていますので、大抵の方の場合これでむしろ十分すぎる性能がありますので、この構成 GTX1660 Super64GB メモリ 1TB サムスン製の SSD に CPU が Core i7-11700F、この構成で購入しますと、こちら税込み価格で 183,800円で購入できますので、ある程度スペックを重視しつつもコスパも大事にしたいという方の場合はこの構成が一番いいように思います。まだ自分は最終的にどのメーカーのパソコンを購入するか決めていませんが、もしフェイスで最新のインテル CPU を搭載したモデルを購入するならば、おそらく自分ならばこの構成のものを購入しようと思います。なんといってもこのモデルにつきましてはハイスペックな構成が選択できる上、マイクロタワーケース採用しているということで本体が比較的コンパクトというのも特徴の一つです。とはいえデスクトップ PC ですので、フロントパネル、そして背面パネルにつきましてもインターフェースが豊富に揃っており、たくさんの USB 機器を接続したいという場合、その場合も使いやすいモデルになっています。そして意外と嬉しいポイントとしましては、このような格安の PC というとマザーボードもあまりいいものが搭載されない中、この製品につきましては今最も人気の高い ASRock 製のマザーボードが搭載されます。ですので一つ一つのパソコンのパーツにもこだわりたいという方などは、このフェイスで購入しますと各パーツの詳細も確認することができますので、メーカーも含め自分の好きなパーツで構成することもできます。ちなみに今自宅に使っている Windows のメインマシンにつきましてはドスパラで購入したものを使っています。もうすでに 3,4 年毎日のようにずっと使い続けていますが、特に壊れることもなく、これはこれでとても満足できていますが、やはり続けて同じブランドで購入するというよりは経験にもなりますので、今度購入するときはドスパラ以外のメーカーで購入しようと考えています。冒頭でもご紹介した通り、今のところ候補に上がっているのは今回ご紹介しました Face の PC、 そしてもう一つが珍しい静音 PC なども販売しているサイコムというところ。どちらかと言いますとサイコムの方は最新の CPU を搭載するタイミングが遅れる傾向にありますので、今のところ可能性として高いのはやはりフロンティア製のパソコンを購入しようと思っています。またこれから夏にかけて様々な新製品登場するかと思いますので、実際にデスクトップ PC 購入しましたら改めて別の動画で開封動画などをご紹介したいと思います。なお今回ご紹介しましたこちらのフロンティア公式ページのリンクにつきましては動画の概要欄の方に貼っていきます。今回ご紹介しましたこのマイクロタワーを採用したコンパクトなハイスペック PC の詳細が気になる方、またこれ以外にも様々なデスクトップ PC だったり、あと注目されることは少ないですがこのフロンティアの方でもノートパソコンなどが販売中です。ノートパソコンの方もやはりフロンティアならではのコスパの高いモデルが多くなっていますので、その辺興味のある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。